はい、それでは、当館の和洋室案内させていただきます。蘭亭の山尾です。同じく小島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速まず入っていきましょう。どうぞ。はい、綺麗なベッドですね。はい、和室の部屋にベッド用意してます。やっぱり和室だけどベッドで寝たいっていう方が結構多くて、その方のニーズに応える形で、こちらベッドのお部屋として、合わせてこの部屋も含めて3部屋用意してます。他のお部屋とも同じようにこちら、はい、いい景色ですね。すごく雪綺麗ですね。そうですね、この当館からの客室の眺めって結構人気高くて、もうお部屋指定で来られる方も結構いらっしゃるぐらいですね。とここのスイッチは何なのでしょうか。こちら枕元の上のライトありますよね。はい、こちらのライトを調整できます。あ、なるほど、これでも、はい、そうですね、夜寝るときに合わせて、はい、ですね。あ、これ枕元にコンセントあるの嬉しいですね。そうですね、やっぱりスマートフォン充電したいとか、はい、しながら寝たいとか結構要望ございますので、はい、それであらかじめこちら用意しておりました。これは嬉しいですね。あれ、はい、この部屋は壁にテレビがあるんですね。そうですね、やっぱり、まあ、ベッドから見れるようにさせていただいたときに、はい、なるべくテレビのスペースも、取らないようにこちら壁に取り付けて楽しめるように用意してました。はい、あ、なるほど。でこちらの中に、はい、バスタオル類とあと浴衣の帯ですね。そして浴衣の上の羽織も用意してましたので、こちらからご利用いただいて大浴場など楽しまれてください。こちら、こちらのお茶なんですけど、これも自由に飲んでも大丈夫なんでしょうか。はい、自由に飲めます、はい、まあ、あまり汚れたりとかしないように中にこちら、はい、ティーバッグの形で用意してましたので、はい、どなたでも、はい、やりやすく召し上がれるかと思います。あ、これは嬉しい気遣いですね、はい、ケトルもございますのでこちらで水入れてご利用ください。そして冷蔵庫、当館の冷蔵庫はこちら中身空になってます。追加で料金かかることないので安心してお使いください。こっちは何でしょう。あ、こっちは洗面所ですか。はい、そうです、洗面所、はい、客室のお風呂、トイレと用意しております。はい、あ、これアメニティも結構いろいろ種類ありますね。はい、結構お客様からもご好評で、売店でも売ってますので。あ、そうなんですか。はい、ですからぜひ。あ、そうですね。そしてこちらは客室のお風呂ですね。残念ながら、温泉ではないんですけれども、まあ、ちょっと小さなお子様がいる方とか、なるべく人と避けて入りたいという方がこちらご利用されてます。そしてこちら、トイレ、ウォシュレットもついてます。匂いなど気になる方のために消臭スプレーと、あとその他消毒のスプレーもこのご時世ですので用意してましたので、ぜひご利用ください。それではこちらで和洋室の紹介以上とさせていただきます。ぜひこちら遊びに来るのを待ってますので、それではまた。